4酸素、または、テトラオキシジェントは、分子式が O4 と表される酸素の同素体である。1924年、ギルバート・ルイスが、液体酸素が、キュリーの法則に従わない理由の説明として、提案したとされる。安定ではないが、計算科学では、液体酸素中で逆スピン同士の酸素分子、O2 が一組になった状態で、一時的に O4 分子が存在する。 可能性があることが分かっている。1999年には研究者によってイプシロン症の個体酸素中に存在すると予想されたが2006年に X 線解説によってイプシロン酸素中に存在する分子は O4 ではなく O8 であることが示された。しかし質量分析法では O4 が短名な科学種として検出されている。理論計算では 三復化放素のような三つの酸素原子が一つの酸素原子に結合している平面三角形構造とシクロブタンのような少し歪んだ四角形構造の二つの異なる純安定状態の O4 分子の存在が予測された。2001年にローマラサピエンツァ大学のチームが有利 O4 分子の構造を測定するために中性化再音化質量分析を行った。この結果では 有利 O4 分子の構造は提案された2つの分子構造とは一致しなかったが、規定状態と特定の冷気状態にある O2 分子2つの複合体だと確認された。ありがとうございます。